チャオおめめぱちりあちゃんです。今日は6月の5日かな。多分火曜日です。火曜日のあっちゃんの朝ごはん、パンです。もちろん、はい。今日、ほんまに5日かな。ようわからへん。火曜日です、火曜日。もちろんパンです。はい、パン。もちろんあっちゃんの朝はパンです。で、今日ね、きゅうりの古漬け。これをね、ぬかを洗うよりもね、ぬかがついてる方が、あっちゃんは、味が濃いね。何をするかっていうとね、刻みます。で、ここに入れようかな。でいいかな。何でもいいや。器に入れます。はい。で、マヨ。ぬか漬けのね、ピクルス。ぬか入れた方が味が染みておいしい。染みちゅうかね、味が濃くておいしいね。あっちゃんは好きやね。よいしょ。で、ここにね、ベーコン。で、その上に、タルタルソースのようなもの。ぬか漬けのタルタルソースのようなもの。2回言いました。大事やからもう1回言います。ぬか漬けの、タルタルソースのようなもの。はい。何が大事やねんて。何も大事なことあらへん。はい。これで、美味しい。で、片付けとこう。ちょっと先片付けるわ。ちょっと待ってね。よいしょ。よいしょ、よいしょ。はい。ずっとん。すごいね、チーズ。チーズをのせて、これでオーブントースターで焼きましょう。で、よいしょ。バナナコーヒー。あんまり美味しくないこともないねんけど、なんかね、ちょっとバナナない方がいいかも、コーヒーに。いや、でもバナナの香りも美味しいしな。でも、本物のバナナでやったら美味しいかもわからん。ちょっとコーヒー入れました。では食べましょう。はい、できました。ぬか漬けきゅうりピクルスの、タルタルソーストースト。はい。なんでもいいや。はい。名前はね。はい。では、いただきます。ちょっと待ってね。子供が昨日。プラモデル、子供が作ってニッパー出しっぱなしにしたら。ニッパーを出しっぱなしにするとね、わからんけどニッパーとかピンセットとかこの辺出しっぱなしにしたらね。はい。遅まで作っとって、まあ、あっちゃん寝るでー言って。あっちゃんね、先にね、寝るでー言って。あっちゃん昨日何時ぐらい ?1時過ぎぐらい寝たんで。その時まだここで、上がプラモデルで、ね、ヒカルも先寝とってんけど、要は、もうちょっとだけ作るって言って。あれ作っとってん、軍艦、島風、駆逐艦、島風を作っとってんけど、そう。何度でもね、いただきます。長熟の小麦の風味が美味しい。なんかね、急にプラモデルが作りたくなった言って、買ってやってん、島風。うん。こんなちっちゃいね、島からね。うん。作っとったけど。で、なんか知らんけど、うん。軍艦が好きやねん。うん。で、戦艦って言ったら怒られんねん。戦艦違う。駆逐艦や。うん。なんかこう、なんか戦争する船って戦艦っていうイメージがあるやんか。言ったら戦艦は、これが戦艦でって、これは空母やし、これは駆逐艦やしって言って、これは巡洋艦やしって怒られる。違うって言って。うん。あっちゃんも嫌いじゃない。嫌いだったら好きやねんで、そういう船とかね。うん、そんな区別つかへん。今度空母作りたいなーって言ってたわ。で、ヤマトも買ってやんねんけど、ヤマトは、なんていうの、大砲みたいなやつなんだよね。大砲だからね、主砲、副砲、なんとか砲とかで呼ぶらしいんだけど、それがいっぱいついてんねん。だからなんか作る自信ないなとか言いながら、嫌なってきたな。島風でさえね、うん、なんか部品がちっちゃくて、もう大変や。うん、だったらね、無理や。ハズキルーペ買わなあかんわ。石坂浩二さんが葉月ルーペの初代のコマーシャルしてたやんか。プラモデル作るのにいい言うて、うん、だから、葉月ルーペ買ったあっちも作れるかな。石坂さんはあれね、軍艦とか作るよね。うん、美味しいよ。うん。ね、古漬けの酸っぱさとマヨネーズの酸っぱさがすごく合うねん。ピクルスほど普通の酸っぱさじゃなく自然のぬかの酸っぱさっていうかな、なんかちょっと深い味で塩味と入って美味しい。昔さ、たくあんのピクルスで、ピクルスがたくあんでタルタルソース作ったやん。結構美味しかったやん。うん。で、動画であげたもんだけど、好評やってんけど、ぬか漬け、古漬けにしたぬか漬けもいいよ。うん。多分、きゅうりだけじゃなくてね、ちょっとシャキシャキしたやつ、セロリとか、大根とかでも合うと思うわ。うん。なんかさ、子供の頃ってなんていうの、なんていうの、子供の頃ってさ、あちゃんは漬物って言ったらもうほんまに漬物だけ、箸休み程度に食べるとか、お茶漬けのともに食べるとか、うん、おかゆさんの時に食べるとか、うん、そんなんにしか食べへんだけど、こんな感じにね、なんかにこう活用するのも面白いね。うん、熱の入った、ぬか漬け美味しいね。ぬかで食べてるなら、うん、これね、ハンバーガーみたいに、ほんまにちょっと薄切りにしたきゅうりのぬか漬けをピクルス代わりに使ってもハンバーガーとかしても美味しいかも、これ。うん、うん、ちょっと温めてね、うん、いいかも。ピクルス切れたらあかんけどね、量には無理やろうけど。うん、うん、おいしいおいしい。あ、キウイって皮ええねん。よく洗って皮も一緒にミキサーかけてミキサーとかジューサーにかけて飲んだらすごいいいねんけど、皮がいいね。でデトックスウォーターの時も皮口いった方がいいって言ってて、キウイニュージーランドの人はキウイ皮口いくねんって。毛あるやんか、あれをスポンジとかたわしでゴシゴシこすって毛だけ剥いてで皮口いくんやって。この母ちゃんもそして食べよう。皮ついてる方が絶対体にいいね。リンゴにしても柿にしてもね。結構やっぱ皮ってちょっと硬いしなんていうの、口当たり悪い、けど体にいいのって考えたら、野菜も果物も皮口いく方がいいね。果物ってね、捨てるとこないっていうぐらい、種あかんで、種には毒が入ったやつが多かったりするからね。ね、毒もね薬になるから使い方次第なんだけど、っていうてせっかくねもう植物にしても命をいただくんですね。ちゃんと食べられるとこ全部食べてあげるのが一番やと思う。いろいろ料理をしましょう。お料理にね、いろんなことをいろんな食材をねできるだけ全部食べられるように。春日大社、世界遺産春日大社やってる。行きたいね。春日大社行ったことないね。奈良県やけどね。この前日曜日のお話をもとってさ、なかなかできへんかってん。日曜日あっちゃん子供の散髪連れて行って食いてきたやん。イオンちゃうジャスコもうなんかついついジャスコ言うねんけど、時々イオンって言うて、まあね、どっちでもええねんけどジャスコ行ってきたやん。その時にねジャスコの下でね結構おばあちゃんやねん。もうおばあちゃんっていうかあんま60あんま顔であんまりね女性の年を特定したらあかんけど、あっちゃんにお姉様やねん。だけどあっちゃん着てるロリータあるやんか、多分同じメーカーやと思うんだけど、水色のね可愛いロリータ着て背ちっちゃいおばあちゃんやって、あっちゃんより10センチ15センチちっこいから多分150あるかないかぐらいのおばあちゃんやねんけど、髪の毛をね白髪混じりやねんけどもこう下でくるくるって巻いて でっかいリボンつけてロリータ着てでお買い物着てんねん。で寮と一緒にお買い物しとってね、寮が見つけてん「ロリータの人いてる」言うて見たらすごい着こなしてんねん。だから結構古びてんねんね。あっちゃんって舞台衣装として着るから年に何回かしか着いいんだけども、もう何回も着て何回も洗濯してるみたいにヨレッとなってんねん。だから多分娘か誰かがコスプレに着てたやつを着てんのかそれは知らんで、ばあちゃんが自分で好きで着てんのかもわからへんけど、普段着としてそれ着てお買い物着てんねんね。カゴ持って普通にですごいよかったね。すごいなんか可愛かったよ。であっちゃんはこう一回なんだけど、その孫と一緒におってんけど、孫に「なんとかちゃんしてダメだよ」って言って喋ってんけど、声がすごいなんかねアニメ声みたいな声出してて、でそのおばあちゃんが「なんかほんまにロリータに徹してたみたいや」って言って「かっこええわ」って「あっちゃんの大先輩やで」言うて子供がやって見てて「あれはかっこいいわ」言って見てて、両も見ててもやっぱりその。ロリータでも普段にあえてきて生活する人ってかっこいいよなって2人で話しとって、だからやりたいこと誰だっていっぱいあると思うね。だからねミニスカート履きたい、フリフリを着たい、可愛いお洋服を着たいで子供の頃を持って大人になっていくわけやんか。だからプリキュアになりたい、セーラームーンになりたいっていつからかその心がなくなって周りの目を気にして、周りが見てるからでけへんってなんのはあかんよなっていう話をしとって、かっこいいわって言って、で帰り時代にね話しとって「話しかけたらよかったよな」言って話しとって「今度見つけて話しかけるわ」言ってジャスコ来る人やから多分近所の人やと思うねん。おじいちゃんも一緒に来てたかもわからん。おじいちゃんは普通の格好やったんけどね。だって夫婦と孫やと思うねん。時といてかっこよかったん。あれはよかったわ。だから時々ね、多分娘なんか孫なのか知らんけど、リズリサ着てるおばちゃんとかもいてんのよ。花柄のね。あ、可愛いと思うね。いいと思う。やっぱり年関係ない。やっぱり着たい服着るっていうのがやっぱりいいわと思った。この前ね。日本にね、開放倉庫でさ、声かけてくれてる。ちょうど開放倉庫入って、UFO キャッチャーのとこピュッと行った瞬間に、目が合った人が、あっちゃーんとか言って。私半年前にここであっちゃんに写真撮ってもらってんとか言ってくれてありがとう見てくれてるかなありがとうね覚えとってくれてで携帯でこの写真ほらって見せてくれて去年のね夏ぐらいあっちゃんが T シャツとミニ履いてる時ミニだかショーパンやったかなんかそんな感じの写真やったけどこんな感じね声かけられんねんねほんと嬉しくってさやっぱりね、YouTube って全世界配信やんか。だから、その時に、やっぱり、どこ行っても、ほんまに沖縄から北海道、どこ行っても、あれあっちゃんって声かけてもらえるっていうのがすごい嬉しいなって思う。下手したらもうね、外国とか、ちょっと、ね、行くことどうか分からへんけど、どっか外国行って、お忍びで、スペインにも行こうかって言った時に「あっちゃん」って声かけてくれたらものすごく嬉しいと思うね。やっぱそうなりたいね。やっぱ YouTube やる限りやっぱりそこまでっていうかそれぐらいになりたいなねと思う。だねんな感じでさやっぱり、でもね今までね奈良ではまあ奈良あっちゃんの地元桜井橿原イオンモール、上信、あとどこだヤマダ電機、ジャスコにラムーにエバーグリーンスーパー森川、今度地元はまあまあ知ってる人も多いけどねだからあっちゃんとか動画見てるよとか言って声かけてくれたらすごい嬉しいし地元でもね、あっちゃん動画見てるよって言われたら嬉しいしで、コンビニとかでもそうやしね、やけども、ちょっとね離れたところで声かけてもらえたらすごく嬉しい。なんでかってそのとこっていつ行くか分からへん。地元やったらね行ったらあっちゃんおるんちゃうんかなと思われるからあっちゃんに似た人やなと思ってあっちゃんかなって声かけてくれてる人がいてるとしてもねこれがもしね何にも言わずにお忍びでポンってどっか違うと東京行ったりとか、そんな感じに行った時にあっちゃんってあっちゃんちゃうのって声かけてくれためっちゃ嬉しいやんか。だからそういうのがすごい嬉しいな。それぐらいの配信者、影響力のある配信者になりたいなと思ったりするんだけど、でもやっぱ大阪とか行ってたらね、大阪もだからまあ病院で行くからかもわからへんけど、行っても月1回、2ヶ月に1回とか、今年入ってからまだ1回も行けてないねんね。1回も行けてないことないけどね、オフ会はしてないんだけど、病院として子供と一緒に行ったの4月に1回行ったっきりやね。だから今年に入って大阪って1回しか行ってないんじゃないかな。そんな状態でね、降っていった時に声かけてくれたらすごい嬉しいね。だからこの前もね、春休みに子供連れて、大阪病院行って、で、天ぷら食べて、で、ハルカス登って、した時に、安倍の近店のとこで、あれあっちゃんとか言われて、今日来てたんとか言われて。オフ会したんって、いやしてない子供連れてきてこうやって一緒にちょっと今日はもう子供の春休みやしみたいな話でねそんな感じに声かけてくれたらめちゃくちゃ嬉しいねんね、だからそうなれるためにももっともっとメジャーになって今ねもう 7,000 人って言ったらね、やっぱりすごい数やねんね。あっちゃんが住むこの大田の町っていうの人口そんなもんやね 6,000 何人か 7,000 人ぐらいしかおらへんねってことはここの大田の住民全員に知れ渡るぐらいその人たちが全国に散らばったぐらいの勢いだから。でその中で登録してくれてない人1回見てんけども何回か見んねんけども登録せず見てくれてる人もいてたらね、潜在視聴者さんの数すごい数やから嬉しいなって思って、だからこれからもね街中でねこうあっちゃんって声かけてもらえるようにね、頑張っていきたいと思ってるしね、だから、まあ、逆にそれをすることによってプライバシーとかね、まあ、なくなっちゃうのは分かってんねんけどもね、でもまあ仕方ないことやしそこは仕方ないで、なんていうのかな、まあ、言ってみたらねしょうもないことで嫌がらせされることもねそのもう今まあそんなに多くはないけども多少ないこともない。やっぱりね、やっぱり住所とか電話とか知れ渡ってたら何をされるか分からへんっていうのもあってね、で、まあ、そんな大きいことはないけどもちょっとずつやっぱ被害も出かけてる、まあ、それがね、まあ、そんな実質的に目に見える被害とはじゃないねんけどもね、嫌がらせみたいなのもあるけどもそんな、まあ、仕方ないと思うねん。芸能人でもそうやけどもやっぱりいろんな嫌がらせがあったりとか、だからねなんていうのかな、特定中っていうのその探したりとか嫌がらせしたりとかその住所明かしたりとかなんかね実名とか住所とか電話とか明かすバカが言ってたりとかするけどね、そんなことするやつはバカやからね、犯罪者やから、まあ、犯罪者にまともなこと言っても仕方ない。だからねテロを起こすやつに「あなたはテロを起こすことはまともな人間じゃないねからテロを起こしちゃダメですよ」って言っても起こしよるしね、犯罪者にだから日本の法律でねやっぱ人を殺めてはダメやっていうのに人を殺める人って出てくるやんかっていうのはやっぱり犯罪者にはルールなんて通用せえへんねん。だからそれがバカなやつは仕方ないと思う。だからバカはこの世の中どこにでもいてんねんから、被害に遭うかどうかっていうのを怖がってたら何もできへん。それよりも自分を打ってね有名になることがばあちゃん今大事なことちゃうかなと思ってね。だからみんなにねこう知れ渡ってみんなとこうね声かけてもらえたりとかみんなにねこう応援してもらえるのが一番嬉しいんで、あっちゃんはもう全力全開で前向いて進むこと。だから怖いからとか変なことされるからって言って防衛することをやめようと思って、あっちゃん前にも言ってたねまた言ったら怒られるからねあんまもう詳しくは言わへんけども、防衛はねなんていうのかなしない。あっちゃんのね好きな言葉の一つに「攻撃は最大の防御なり」っていう言葉があるんだけど、防御するだけではね何も前向いて進まない。前向いて進もうと思ったら攻撃し続けていかなあかんね。で攻撃することで防御も一緒に兼ねるっていうことやねんけども、で攻撃っていうのは何かしてくるやつに攻撃するんじゃなく前向いて一生懸命全力全開で自分のやりたいことを攻めてやってたら攻撃してくるもんだって跳ね返せると思うね。だから自分でそこに負けてるからこそ攻撃が効くけど負けへんかったら攻撃は効かへん、って思うねんね。だからあっちゃんはもう前向いて前向いていくことに攻め込んでいこうかなと思ってね、そんな感じでね、あっチャンネルこれからも全力全開でやっていきます、でこれがね、今後どうなるかもわからへん。だから YouTube だっていつまで続くかもわからへんし、ちょっと今ね気になる動画を見てしまうね。ニコ生がなんか衰退してきてるってね、ニコ生がどうのこうのっていうなんか動画をちょっと見てしまって、でそれってごく一部の人がやってるけどもやっぱりその視聴者層さんが年齢上がってきたりとかして視聴者層が変わってきたら今までと同じことではいかへん。で有料コンテンツやんかここは。であとまあ CM 広告もあるけども YouTube は言うたら世界の企業やけど日本ね小さい企業が戦ってもまともにその映像のコンテンツとかまあ難しい話はどうでもいいんだけどで戦っても無理やみたいな話はやっとってんけども、そうやったら下手したら衰退するかもわからんって言われてるんだけど YouTube だってそうやねんね。手軽さから言ったら、TikTok とかあとまあ他のね動画サイトとかもいろいろある。でもやっぱり大手老舗昔から動画サイトって言った YouTube っていう、まあ、老舗の強みもあるけど老舗がいつまでも残るとは限らへん。だって何百年続いてきた老舗だってのれんおろす時代が来てんねんからいつ何があるか分からへん。でもそうやってどこかの世界で極めてる人っていうのはその世界じゃないところでも輝けるってあっちゃんは思うねんね。だから俺あっちゃんの知り合いの社長やねんけども、バブル期の前からやってる人で、でバブルの時にまあ違うことに手を出して儲けた。でもバブル崩壊とともにその企業が衰退したことによって、その企業を手放したんだよね。昔から何十年って親の代からやってきた企業の企業は手放さへんけど、やってきたその商売を手放して違う商売にくら替えすんねん。でもくら替えしてもその今までやってきたノウハウっていうのは生きてるから、全く別の企業に全く別の職種にを起こしても成功できんねん。なんでかって言ったら、どんな仕事しとっても成功する道筋っていうのは一緒やねんね。それさえなんぼかだけポイントを押さえといたらどんな仕事したかで成功するって。でその人はバブルの時に2桁億ぐらいの借金作ってんね。それでもやっぱり今になってまた利益が、何十億って出してる人やね。2桁億出してる人やね。だから1回それぐらいの借金作っても返してまた何億ってやれるって。それは全く別の企業を仕事を起こした時代にあったものにくら替えしたらいいねって。でくら替えしてで、まあ、この時代からまたこの職種はそぐわへんなと思ったら、次の時代の新しい何かにいつもアンテナ張り巡らせてそれに乗り換えればいいんやっての言葉がやっぱあっちゃんに響いてるからね。今まあ YouTube っていうのは今あっちゃんの中でも一番合ってると思うし、この今の時代ではやっぱ今一番輝けるコンテンツやと思うね。そこで輝けるように頑張ってたら、次もし何かあった時に違う職種行ってもこの今までこうやってきたっていうノウハウっていうのは生きてくると思うよね。だからあっちゃんは今後全力全開で YouTube やっていきます。 YouTube がなくなるかあっちゃんの命がなくなるかまで、生涯現役でやっていきたいと思うね。でその中でまたね、どっちかが衰退してきたらくら替えしていかない、まあ、自分衰退したらくら替えするも何もないけどもねまあそんなこんなでね、まあ、みんなと楽しみながら、ね、笑えるコンテンツ、だから作っていきたいなと思って、だからコメント欄見とったらね、みんなやっぱ真面目にねこうあっちゃんのことを見てくれてるんやなって思って、まあ、ある意味ね言葉きつい人もいてるけどもファンなんやなってやっぱりつくづく思うわ。昨日もそう思った。やっぱりみんなありがたい。もちろん応援してくれる人が一番ありがたいね。でその中でやっぱあっちゃんにいろいろこうね、ああやこうや言ってくれる、アドバイスしてくれる人も嬉しい。であっちゃんにアンチっていうかもう暴言吐く人の中でもやっぱり腹立つけども、言葉のどこかにちょっとここのところは引っかかるからね、いいこと言ってるよねって思うこともあんねん。だからありがたいねんね、正直ね。だからこの世の中無駄なものはないね。だからゴミ虫にしてもね、毒虫にしてもね、何らかしらその虫にもその生きるなんていうのかな、その意味っていうのがあるんやと思うね。だからそれでいいと思うね。あっちゃんちのトイレに今日朝からねおしっこ行ってきて、あっちゃんはおしっこ行って座ってすんだけども、何の話でもどうでもいいよね。で座ってたら目の前にねこんなちっちゃい雲がモニョモニョモニョって歩いてて、で雲に話しかけてて、あっちゃんちねトイレは夜行く時にまくれた怖いから、トイレと廊下の電気はつけっぱなしやねん。で電気一回ねトイレ今は LED やからええねんけども、昔電球やってんね。で電球やったやつを蛍光灯に変えたん。ほんだらポンってつけた瞬間に蛍光灯がぼやってつくねん。電球やったらプチってスイッチ入れて開けた瞬間もうついとるけど、蛍光灯は一瞬暗いねんね。でそういう暗い時にリモコンが反応せえへんねん。うちのトイレじゃ流すリモコンがね。で明るくなって始めてだから流れへんっていうのもあんねんけども、一回トイレ開けた瞬間になんか黒い影がトイレに座ってた。それがもう怖くて、だからトイレは電気つけるようにしてんだけども、夜中もね。だから夜中電気つけるから雲とか虫がいっぱい入ってくるね。だから電気あるから虫が入ってくる。それを食べに雲が入ってくるね。であっちゃんは雲が好きやから、なんでかって言ったらムカデ食べてくれてるの見たからね。だからやねんけども雲に話しかけてて、ちゃんと電気つけて餌いっぱい集めてんねんからちゃんと食べんねんでって、雲の巣張りすぎたらあかんよって、取んのめんどくさいからねって、でもある程度端っこにあったらいいからって言って話しかけとってん雲にだから雲言うとみんな結構雲って毛嫌いするけど、雲にさえ生きる意味もあって、共存するにはね、やっぱあっちゃんの嫌いなムカデを食べてくれる。でサシムシカーとかも食べてくれる。ハエとかね、そういうの食べてくる。ハエまずいんか知らんけどね、ハエあんまり食べへんねん。よっぽどお腹空いた時しか食べへんみたいガーとか食べんね。ガーかわいそうやから、ガーとか長女がたかってたらね、雲にはかわいそうやけどごめんねって言って、雲の巣から剥がしてあげて逃がしてあげるね。で、カーとかそういう刺し虫たかってる時はそのままフリー。でもあっちゃんが気づかへん時にガーとか食べられて、ガーの葉っぱじゃ羽落ちてる時あるけどね。うん。まあそんな話はどうでもいいねんけど。うん。だから、そんな感じね。みんなが結構毛嫌いする雲にさえやっぱり生きる意味っていうかね、その役に立つというのか、共存する中で、うん、お互いにね利害感情が一致するところってあんねんね。だからそこのところはいろんなね嫌いであろうが、ね、そんな人にも何らかしらの利害っていうのが生まれるんやなって思った、うん、っていうねお話でした。今日何の話からこうなったか知らんけどね、まあそんな感じで、もうそろそろね10時過ぎたんで、ゴミ屋さんが来るんで、ゴミを出したいと思います。そこに掘ったでしょ今日出そうと思って、あとは台所のねゴミを入れて、台所に匂いするから一番最後に入れんねん。でもしかね水とかそういうのも、まあ、出ることはないねんけどね、まあ、なんか出たらも嫌やし、汁出ても嫌やし、最後に出すようにしてるんで、この後出していきたいと思います。ではまたね。バイバイ。今日のあっちゃんの朝ごはん、ぬか漬け、古漬けを使ったピクルス茶碗、タルタルソースの、ベーコントースト。美味しかったです。ぬか漬けの古漬けのタルタルソースありです。よかったらやってみてください。では、またね。バイバイ。今日のあっちゃんの、ぬか漬けの、タルタルソースのトースト、よかったよと思ってくれたら高評価を、で応援コメントとかね、チャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。今日も一日いい日でありますように。